俳句チャンネル、俳句の鑑賞をしています。今日の一句は、日より日へ禅を運びぬ宵祭り、山本陽子。季語祭り、夏です。祭りというと、かつては京都の鴨祭り、葵祭りを言いましたが、今では神社で行われる夏の祭礼を言います。副季語に夏祭り、お旅所、出し、みこし、祭り太鼓、祭り笛、祭り囃子、宵火や宵祭りなどたくさんあります。こちらの俳句は宵祭り、本祭りの前夜、つまり前夜祭です。宵闇の中、神社に火が灯り点々と続きます。その明かりのもとに神官や氏子が集い、祭りの御膳が拝殿に運び込まれていたのでしょう。おごそかな雰囲気を思います。作者は闘病を頼りに働く氏子の姿を捉えました。日より日への表現が秀逸です。この言葉により、あたりの暗さ、闘病が目に浮かび、禅を運びぬで御膳を丁寧に胸元に掲げて運んでいる姿を思い描くことができます。禅を運びぬ、ぬによって動作を強調しています。運びしという詩を使えば、単に運びましたよという過去形になりますが、ぬを使うことによって、ただいま運びましたという現在完了形になります。おそらくは次々と運び込まれていたに違いないのですが、ただ一つの動作に焦点を当て、ぬを持って読み上げました。この句ははじめに、日より日へと起き、それは何かというと、禅を運んだのだと説明します。そこで、これはどのような場面なのかと思いますが、それは宵祭りなのだと最後に言いました。読者の心を引きつけるように、丁寧に言葉が置かれていることに気がつきます。俳句は五七五の17文字しかありませんが、短いがゆえに丁寧に言葉を選んで置いていかなければならないでしょう。最後に山本陽子先生の自注をお読みします。俳句は出会いである。湖西線の蓬莱駅で降りてすぐ、うぶす波が静まる。いつもはしんとしている森は、その宵人の気配があふれていた。真ん中の拝殿に煌々と火がともり、脇の栗にも火があふれていて、青年2、3人が拝殿へ禅を運んでいるところであった。この村にこんなたくさんの若衆がいたのかしら。拝殿の上で車座になって禅に向かっているのは20人ばかり。聞けば宵祭りだという。青い寒衣を着て、火から火へ行き交う若者たちの静かな物腰に感じ入っていた。皆さんはどのようにお読みになりましたか。今日の一句は、日より日へ禅を運びぬ宵祭り、山本陽子でした。それではご見吟を。